こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。前回は未熟なままのインナーチャイルドの文句を止めて気分が良くなるアファメーションを唱えることをお教えしましたね。すると悪い出来事が減ります。心の中の怒りはできるだけ減らした方がいいですね。さて今日のテーマは潜在意識は時間の順番が入れ替わるです。これはどういうことでしょうか。あなたは子供の頃親に文句を言っていましたか。お母さんに対してもう、うるさいな、とか、幼稚園に行くのは嫌だとか言って、反抗したりしませんでしたか？すると、お母さんに怒られますよね。こんなことは一度や二度ではないでしょう。すると、そのうちにお母さんがひどく怒り出すので、自分は泣いて、傷ついて、私のこと、好きじゃないんだと思ったりしませんか？つまり、この場合、出来事の順番はこうです。1、自分の思う通りにしたくて、親の言うことを聞かなかった。2、親が叱った。3、それを無視して、さらに言うことを聞かなかった。4、すると、親が怖い顔でひどく怒った。5、自分は泣き出した。6、親に愛されていないと感じて、反抗的になった。こんな風に時間順で考えるとわかるのですが、残念ながら、潜在意識は時間がないと言いましたよね。時間が止まってしまうので時間の順番がわからなくなるのです。ですからあなたの認識ではもしかするとこんな順番になっているかもしれません。 1. 親が急に怒り出した八つ当たり。 2. 自分は泣き出した。 3. 親に愛されていないと感じて反抗的になった。 4. 反抗的なのでさらに親が怒り出した。5. やっぱり私のことは嫌いなんだと信じ込んだ。つまり親が怒ったのは自分のせいではないという認識になっているのです。時間順がわからないなんてまさかと思うかもしれません。でも兄弟がいる方はこんな経験はありませんか。大人になってから兄弟で昔話をした時、あの時お姉ちゃん急に怒り出したよね、何言ってるの、その前にあなたが何々したでしょ、何言ってるの、私はそんなことしていないわ、それはその後のことでしょ、何言ってるの、その前だってば、とこんな感じです。昔のことを思い出しても何が先だったかそれぞれで言い分が違うということがありますよね。記憶というのはこんなにも曖昧なのです。ということは、親は八つ当たりしていたとか、お姉ちゃんが急に怒り出したというのは、間違いかもしれません。子供だから、そのように感じただけかもしれません。これはよくあることなのですが、ほとんどの人は、これが認識できません。自分がもともとしていた悪いことが認識できないからです。というのも、大騒ぎして遊んでいても、夜なかなか寝なくても、自分にとっては大したことではないので、それでなぜ親が怒るのかが分からずに、親の言葉を無視するために、ある日親の堪忍袋の緒が切れます。すると、親が突然怒ったと感じます。誰にでも大なり小なり、体験があるでしょう。もし、今、あの時親が怒ったと思っていて、大人になった今でもそれに傷ついているとしたら、大体8割は、このような誤解が元になっていると考えてください。子供の頃に、状況が正しく認識できるはずはないのです。ですから、あなたが今まで理不尽だと思っていたことも、実は勘違いかもしれませんよ。そう思っていた方がお得ですね。